海外で 1.4 億回再生されたマリオのアニメーションがどんぐらいやばいか見てみよう。マリオズナイトメアっていうこの作品が、まあ視聴回数が 1.4 億回なんですよ。 1.4 億回もある。もしかしたらね、これ2015年にできたアニメーションなんで、何かやばいものがあるんじゃないかっていうことで、とんでもない技術早速見ていきましょう。なんかすごかったんだよね、数秒再生した時。あ、ちょっと待って、いきます。さてさて、オーケー。これはどういう、あ、声優はないのね逆にキャラのイメージを崩さないからいいかもしれない。ゲームって感じだよね。おー、でもマリオズナイトメアですからね。おお、すげえ、結構臨場感あるなこれがザ・スーパーマリオブラザーズムービーですかさあ、来まして、いきなり、おお部下たちが、いきなり、もう平和が20秒で崩れてるよね、完全に。さあ、アイテムを使って、スーパーキノコか。おお、すごい、めちゃくちゃオシャレだな。あ、ランダムで出るみたいな感じかな。さあ、戦いが始まるのか。あ、走り方がちゃんとマリオだ。あの、ちょっと前傾姿勢というか、あの感じで。おー、曲もこれギャラクシーのやつやね。マグナムキラーだ。これはどうする。いやー、すごい臨場感が半端じゃない、マジで。すげえなー、さすがに海外の技術。おー、飛ばして、てかキラーを、キラーを監督に、敵に向けさせるって、マジかよ、すごいな。映画でそんなのがあったような気がするんだけどスマブラよりも、もうとんでもない強技ですよ。おお、ローリングしてますよ。すげえかっこいいな。ちょっと待って、それはまずいんじゃないの。音もやばい。親子カメハメハならぬ兄弟、言っちゃいけない言葉だな、これは。やはりダメだったかみたいな感じなのかな。お、さすがに逃がさないか。ジュニアいる？いや、クラウンだけか。さあ、いやー、ブレス入ってるね、これは。さすがに逃げられないんじゃないか。よし、ここが対面するんだ。うははは、おぉ、おぉ、ナイス、その、召喚式なの、ヨッシーって。卵に戻るとかじゃないんだ。さあ、打撃が入りましたよ。ここからどうなるか。後ろから。入ったー吹っ飛ぶかな、思ったら。叩きつけてやがる。いや、終わんないんじゃない、さすがに。うわぁ。曲も完全にアレンジだね。巨大化したぞ。ギガクッパですか、こいつは。俺たちなら、まだいけるみたいな。尺がもうあんまないと思うんだよな。ちょっと見ていい？またなんとか、うわぁ、もう結構容赦ないけど。ルイジールイジーさ、お前はよくやったよ。目がガン決まってますよ。さあ、いやー、やられてる、やられたっぽいクッパの正気もなんかなくなってる感じしない？すごい、まずなんか力に溺れちゃった感じ半端じゃないんだけど。ナイトメアって、ナイトメアって。あ、冷静に考えたらそっか。夢だ。
まあ、夢落ちではあると。まあ、唐突すぎたかな、いろいろ。おー。夢落ちでも許されるな。こんだけ完成度上がったら。いやー、これがあれですかね。これが噂のスーパーマリオブラザーズムービーっていうことですかね。未視聴の方でも安心ということで。こういう海外のやばい技術ってほんとたまに見ると、めっちゃ面白いよね。